ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。今回もオフシーズンの選手の活動を通しての選手たちの声を様々にお伝えしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回もシーズン終了後、仙台の各選手たちがベガルタ仙台サッカースクールを訪問していましたので、その様子をお伝えしていきたいと思います。今回は11月20日月曜日に泉パークタウン校にて行われました小畑選手、松澤選手、梅田選手のゴールキーパー3選手によりますゴールキーパークリニックの様子をお伝えいたします。また風が強い時間ではありましたが、3人とも丁寧に指導をしていました。では挨拶からウォーミングアップとして、片方の手の手のひらにボールを乗せ、ジョギングしながらボールを持っていない選手と声を掛け合い、その手のひらのボールをそのまま投げて受け渡しをするという練習の様子、少しだけ私及川も解説していますが、そちらの様子聞いていただきましょう。ということで今日は3人の選手と一緒にトレーニングしてもらいたいと思います。じゃあみんなでよろしくお願いします。追いましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、行こう。はい、お願いします。おろしておろしておろし。ゴールキーパー3人が子供たちに混ざりながらウォーミングアップ、積極的に声をかけています。呼んで。はいはいはい、ナイス。これ取るときなんかポイントありますか？このまま手を置いとくと多分バッてこう弾いちゃうから、ちょっとこう引く。朝日ちょっと手出してるのまんまだとこんな感じね。はい、もうちょっと行こう。元気よく。次は正面に来たボールを体全体でキャッチする練習、そしてアンダーハンドのキャッチングについてのポイントを伝えてからの実際の練習の様子です。ナイス。構え意識してね。構え OK。 はい、そう、確かに構えて。ちょっと微調整して自分で。はい、 OK、 ナイスキャッチ。止まる。 OK、 ナイス。止まる。おー、ナイスキャッチ。オッケー、選手、アンダーハンドキャッチのポイントって何かありますか？これもやっぱり向かいに、ね、どうしてもやっぱ速いシュートとか向かいに行くとやっぱ手が前に出ちゃって、ここでぶつかっちゃうことがよくあるんで、この時も正面キャッチと同じで自分の体に先にやっぱボールが当たると思うんで、こう待ってたら、手を使わず待ってたら、だからその瞬間にパッてこう取りに行く、しっかりこう包み込むようなイメージで、なるべくこう行き過ぎるとどうしても手が前に出ちゃうんで、ここに入ってきた瞬間にここってこうホールドしてあげるっていうようなイメージで僕はやってます。まあちょっとこうやり方もそれぞれあると思うんですけど、まあ、僕はそこは意識してやってます。はい、育成中何かありますか？その通りだと思います。素晴らしいです。ユボ選手何かあります？そうですね、今言ってくれたみたいに、まあ、待ってればボールは来るんで、まあ、あとは肘が開きすぎるとやっぱ抜けちゃったりとか、閉じすぎてもやっぱここでバーンと当たってこっちが逃げちゃったりするんで、まあまあ肘を閉じながら、まあ今やってくれたみたいに今スポッてはまってたのずっと見てたでしょ、それをここでもやっぱ形をうまく作れるようにキャッチするっていうのをイメージしてやってほしいと思います。はい、ありがとうございます。さっきやんで手はどこでも出せるようにやん、今もうみんなここって分かってるから、もう最初から手こう作っちゃってるから、みんなでも結局試合中どこ来るか分からんから、さっきと一緒でどこでも来ていい状態、肩幅開いてどこでも出すとこに手を置いて、こっちでもさっきみたいにこっちでもいけるし、こっちでもいけるかように、そうで構えはそういう今言った通りやって、でさっき言ったみたいにボールは全く来るから、それを意識して進む。 OK、 ちょっと肘ない開きすぎかなと思う。 OK、 ナイスナイスナイス。
オッケーナイス、ナイス、いいね、惜しい、ナイス。続いてグラウンダーで地面を転がってくるボールのキャッチングについてもポイントをお話ししました。あと実際の練習にそれぞれで移ります。あのグラウンダーのボールのキャッチの時ってなんか意識してることとかポイントあります？まあやっぱり右に来た時は逆足を畳んで、これも変に向かいに行かずに待ってきたボールをキャッチに意識してやります。はい、分かったかな、伝わったかな。はい、次は2人が進めてくれます。まあもちろんいろんな取り方がある人、やっぱ教えてくれる人によって全然違うんですけど、まあ今トップチームでは究極の話、抜けなければいいんで、ゴールを決められなければいいから、もう手を早く落としてボールにもう壁を作るっていうイメージ、トップチームでは今はね。だけどやっぱああやって1回で取れたら、こうやって1回で取れたらやっぱり一番いいです。本当にいろんなやり方があって、それだとプロの選手とかシュートが速かったりするとか、そこで手を作れなくてやっぱ弾いちゃうみたいなとかがあるから、ボールをボールの後ろに手を持ってくるっていうのが一番の考え方で、でその後こぼしたことを自分で分かっていればすぐに取りに行けるから、こぼしたことが悪いっていうわけでもないからっていう考えでやってるんで、まあでもどっちのやり方もあるよっていう感じです。パス選手お願いします。これもやっぱり脇がこう入ったりしたら、どうしてもゴロでこうやって取った時にここを抜けてしまうことがあるし、この時に足をやっぱこの壁を作ってなかったら、やっぱこうやってもし取った場合に広かったらここを抜けてしまうっていうのはあるから、まあ僕若い時はね、こういうのはなくて普通にこうやって取りに行ったんだけど、その時意識してたのはやっぱりここの足のところやっぱ抜けないことと、脇を締めるというか、こう腕をしっかりと締めてここを抜けないようにっていうのは意識してたんで、そこははい、まあみんな個人差あると思うんですけど、やりやすいのでやれたらいいと思います。ナイスキャッチ、構えて、いくよ、そう、ナイスキャッチ、いいよ、やりながらね、みんな、はい、今のどうかな、今の逆の方がいいかもね、今のさ、サイドステップこっちに入ってるのに折ってる方はこっちなの、やっぱ進行方向に折っていく方がスムーズかなと思うから、ちょっとやってみる、そこ、はい、おー、ナイス、おー、ナイス、オッケー、いいよ、壁の作り方いいよ今の。このような感じで、この他にも様々な基礎から実践的な練習まで行われました。みっちり中身の濃い練習をして、最後は質問タイム、スクール生やコーチが3人にいろいろな質問をぶつけました。聞いていただきましょう。セービングの時は何を意識してるのかが聞きたいです。あの技術じゃなくて、僕ちょっと精神論みたいになっちゃうけど、まずあのゴールを守るっていう気持ちが大事だと思う。やっぱりね、ちょっとさっきちょっとこう痛かったプレーもあったと思うんだけど、でも痛くてもゴールは守れてる。やっぱそういう瞬間ってキーパーこれやってたらあると思うんだけど、やっぱそういう気持ちが大事だし、それで守ったらね、みんなナイスって言ってくれると思うから、まあ、そういう気持ちが大事だと思います。多分セービングの時に前にアタックすることを多分教えられたと思うんだけど、多分前すぎたら、この前に出すぎたら倒れた時結局ちょっと後ろになっちゃうから、前すぎずに自分でこの一番いい、ちょっと前は合ってるんだけど、前すぎたら結局後ろ倒れちゃうから、その程よいとこを自分で探さないとあかんっていうことを意識して、まあ、その探すにはやっぱいっぱい練習しなあかんから、それは自分でいっぱい練習して、ここやったら前に行けるって位置を探してください。以上です。はい、すごいな。はい、まあ、松くんが言ったみたいに、まずはボールに食らいつくことと、まあ僕らはやっぱ顔面に当たってでも、やっぱそうやって溝に当たってでも守れたら、まあ痛いのもそうだけど、どっちかというと守れてよかったとか、そういう風にやっぱ思えるし、それでチームやっぱ救えるから、
まあ、技術的なところで言ったら、まあ、リクみたいにやっぱ前でプレーするのもそうだけど前すぎないとか、まあ、ある程度自分の角度を見つけるっていうのもそうだし、まあ、あとはなんといってもたくさん練習しなきゃ、まあ、そのボールにも多分届かないだろうし、まあ、さっき質問で身長どうやって伸ばすんですかとかあったけど、まあ、やっぱいっぱいまず食べることも大事だし、まあ、こういう環境があるからやっぱいっぱい練習すればやっぱいけるボールも増えると思うんで、まあ、まずはそうですね、たくさん練習して必死にボールに食らいついてください。はい、ありがとうございます。何年生からサッカー始めました？僕は、5歳から始めました。結構早いです。自分ちょっと特殊なんですけど、正直サッカーは遊び感覚で、たまに小学校時とかはその自分が通ってた幼稚園とかに遊びに行ってたんですけど、ガチで真剣に始めたのは正直高校生からなんです俺。だからみんなこの年代からやってるから全然これからプロにもなれるし、俺高校生から本気で練習してなってるから、みんなはこれ全然可能性あると思うんで頑張ってください。まあ、キーパー中学校から始めたんで、まあ、今みんな小学生とかなんで夢ある子たちなんで、まあ、さっきも言ったみたいにたくさん練習して頑張ってください。意識してやってることあれば教えてください。僕は、まあ、そのがあの高校生とか中学生の時はやっぱり身長が高い方だったんで、そこまで意識はしなかったけど、やっぱプロの世界になってくると僕の身長でもやっぱり小さいって言われる部類になってきます。まあ、その中でやっぱりね、高い選手にやっぱ勝たなきゃいけなかったりしなきゃいけないんだけど、やっぱり、守備範囲のところ、やっぱ自分なりにできること、自分だからこそできるプレーっていうのがやっぱある中で、やっぱ守備範囲のところはやっぱ意識しなきゃいけないし、あとはやっぱその気持ちの部分、もうさっきも言ったけど、やっぱそこでやっぱ負けない、何でも食らいつくっていう気持ちを持って僕は意識してプレーしてます。俺正直小学校中学校の時全然大きくなくて、背の順とかもう半分に割ったら前の方入ってたりしてんけど、それちょっと嫌やってどうしようってなった時に、やっぱめちゃくちゃ食べてめちゃくちゃ寝ることを意識した途端一気に身長伸びたから、まあ、そこはやっぱり皆さんもやっぱ小さい時からやっぱ寝ることが大事だと思うから、めちゃくちゃ寝てください。めちゃくちゃ食べてめちゃくちゃ寝てください。以上です。でかいからいいってわけでもないし、まあ、結局自分に見合ったやっぱプレーを選択すればいいと思うんで、だから僕はやっぱこの部類で言ったらやっぱ、まあ、中くらいかちょっと低いかぐらいの多分身長になってくるんで、プロの世界入ったら。だからそうなった時にやっぱ自分のストロングポイントを伸ばすことは俺は意識してて、まあ俺だったら足元の技術で前への配球だったりとかゴールにつながるプレーっていうのを俺意識してやってるし、まあ各々みんな得意なプレーがあると思うから、まあ俺はそこを伸ばしていけばいいと思うし、まあもともとクロスもやっぱり苦手だったんですけど、まあどん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 トライしてって、やっぱ若い頃とかはどん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 ミスすることで、あこれできるんだな、あれできるんだなっていうのを見極めていって、どん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 年重ねたときにそれが自分の安定したプレーにつながると思うんで、だから俺はトライアンドエラーを意識してやってます。はい、ありがとうございました。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 そして練習後には3人にお話を伺いました。それぞれのキャラクターを感じられるような楽しいトークとなりました。お聞きください。スクールに参加いたしましたゴールキーパー3人の選手にお話をお伺いしたいと思います。練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まずお一人ずつお名前いただきましょう。お疲れ様です、小畑優馬です。小畑先生お疲れ様でした。はい、そして松田選手お疲れ様です。松田光輝です。お疲れ様でした。はい、そして梅田選手お疲れ様です。梅田陸です。お願いします。すいません声でかいです。すいません。どうぞ。まずはあのストレートに今日参加してみてどうだったかなっていう感想をちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、じゃあ小畑選手いかがでしょう。まあこの活動がどんどん増えてきて最近は、まあまずはこの開催してくれたこのスタッフの方々に感謝してますし、はいはい、まあ、僕ら自身やっぱ子供たちに夢を届けるっていうのがやっぱ仕事なので、まあ、それをやっぱ少しでもそれを叶えられる環境を設定してくれたのをすごく嬉しく思いますし、まあ、僕自身もまあこういう経験してきて、まあ、トップの選手がこのスクールとかに来るっていうだけでもやっぱ子供たちは嬉しいですし、まあ、僕がその立場だったんで、うん、まあ、そうやってこのまずこの活動ができてすごい良かったです。結構もう何回かこのゴールキーパーだけのっていうのはやってますけど、
慣れてきました？そうですね、だいぶ慣れてきましたね。まあ教えるってよりかは、まあ、僕自身も学びながら一緒にやる感じなんで、うんうん、まあ僕も理解しながら、まああっちが分かんないことがあれば僕が伝えるっていう感じなんで、まあ一緒にやってる感じなんで、うん、まあそうですね。松田選手いかがでしょう、まずは今日の感想から。まあユーマも言いましたけど、小さい時にやっぱプロの選手が来てくれて一緒にトレーニングできただけでもすごく刺激になったというか、やっぱ憧れでやっぱ僕もプロサッカー選手目指しましたし、やっぱこういう活動で子どもたちに何かきっかけを与えられたらいいなと思うんで、少しでも吸収して何か持ち帰ってくれたら嬉しいなと思います。さっきスクールのコーチから松田選手の教え方すごいセンスあるみたいなことを、え、本当ですか、はい、聞きましたけど誰ですか、ちょっと気になりますね本当違いますね、彼じゃない、彼じゃないです、彼じゃないです、サシナミさん、彼じゃないです。この間サシナミさん出てもらったんですけど僕はもう全然なんかあんまりね教えるの得意じゃないんで、あれですか、はい、あ、まあなんか頑張りました、はい、お疲れ様でした、はいはい、そして梅田選手、はい、まずは今日の感想としてはいかがですか。すごく楽しかったです、はいはい、子供たちが、ね、目を輝かせて、はい、こう真剣に聞いてるなと思ってなんですけれども、まあ、でも言ってる途中自分で何言ってるか分かってなかったです、はい、なんかアドバイスするとき最後締め方がもう梅田選手らしくていいなと思って、はい、見てたんですけど、ね、はい、もう短くっていうのを意識していました、はい、以上です。梅田選手的にはこういう活動っていうのはどう思いますか。言語化しないとダメなんで、やっぱ自分が理解しないとダメなんで、うん、やっぱ全然理解できてないなっていうのを認識できました、はい、なるほど、確かに、はい、確かに高校の時からね、はい、本格的にやりだしてプロになったからなんて話をされてましたけども、はい、逆にこの小学生中学生のうちにこうやってプロの選手に教えてもらう機会があるっていうのは皆選手的にどのように思いますか。素直にいいなと思います、はい、羨ましいですよね。羨ましいです、はい、うん、松田選手としてもそう思いませんか、そういうふうに。はい、もう嬉しいと思います、ね、はい、まあ、オフシーズンならではだと思うんですよ、こういうふうに、ね、子どもたちのところに行って、ね、教えるっていうのはやっぱりこう地域密着感があってすごくいいなというふうに思うんですけども、和田選手としてはいかがですか、その辺は。やっぱ子どもたちと関わることで僕らもパワーをもらえるんで、うん、まあ、その分技術だったりテクニックを教えられたらいいなと思っているので、うん、すごくいい機会だなと思います、はい、ここからベガルタ仙台のトップチームに上がるゴールキーパーがまた生まれるかもしれないということを考えるとまた指導の仕方も変わってきますよね。そうですね、やっぱ、まあ、僕ら一つしかないポジションですけど、まあ、一緒にまた高いレベルできたらいいなと思います、はい、将来梅田選手のライバルが現れるかもしれない、はい、正直嫌です、はい、嫌です。嫌じゃないです、はい、ライバル増えたくないです。僕でも梅田選手の話聞いてやっぱりベガルタのゴールキーパーになろうって決めたんですって、はい、来るかもしれないですよ。嬉しいですけど、はい、ちょっとやめてほしいです、はい、子供たち今聞いてると思いますけど頑張っていただきたいなと思います、はい、はい、本当にね、お疲れのところ呼び止めて申し訳なかったんですが、最後になりますけど一人ずつですが、今シーズン、まあ、もうオフに入りまして最後まで、ね、応援してくれたサポーターの皆さん今聞いてると思います、一人ずつメッセージいただけますでしょうか。誰からいきますか。はい、じゃあ梅田選手から、はい、今シーズン1年間応援ありがとうございました、はい、まあ、思ったような結果は出なかったですが、まあ、来シーズンまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、梅田選手、来シーズンはぜひ試合出場。はい、頑張ります。はい、お願いします。はい。はい、そして松田選手、じゃあ行きますか。はい、はい、苦しいシーズンだったと思いますけど、その中でもやっぱ最後まで僕らを後押ししてくれましたし、やっぱそれが力になりました。来シーズンはそれが、チームの目標、達成につながるように僕らも頑張りますので、サポートよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。松田選手も、ね、途中から加入して大変だった時期もあったと思いますけども、はい、チームを支えてくれましたので本当に、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ大田選手、はい、今日の締めになっちゃいますけど、はい、まあ、まず今シーズン、まあ、思い描いてたようなシーズンにはならなかったですけど、まあ、でもどんな状況でもサポーターの方が後押ししてくれたんですごく感謝してますし、まあ、本当に、まあ、ありがとうございますっていうのを伝えたいなっていうのと、まあ、試合を出場した中でなかなか結果も残せず個人としてもチームとしても本当に不甲斐ないなっていうのが一つなんで、まあ、来シーズン各々がどうなるかわからないですけど、まあ、でもやっぱサッカーをやってるっていうサッカーファミリーではやり続けるっていうことは変わらないんで、しっかり仙台のために戦っていい結果、個人としてもチームとしてもいい結果が得られるように、またこのオフしっかり休んでしっかりまた体作って開幕戦臨みたいなと思います。来シーズンも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日本当にでもサインとか写真とかっていう時に本当たくさんの、ね、方が
子供たちだけじゃなくて子供たちの親御さん多分サポーターとして、ね、スタジアム来てる方多いと思いますけども皆さんところに集まりましたんでそれだけやっぱりこう期待皆さんにしてると思いますんで来シーズンもぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。梅田リーグでした。ということでここまで今回は11月20日に行われましたベガルタ仙台サッカースクールのゴールキーパークリニックへの選手訪問の様子についてお伝えいたしました。ベガルタチャンネルレディオ。さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台では2024シーズンの年間チケットの申し込みを受付しています。2024シーズンのリーグ戦ホームゲーム19試合をお得に観戦できるチケットとなっています。こちらご希望の方はベガルタ仙台ソシオファンクラブのレギュラーのカテゴリーにご加入することが条件となっていますが、ベガルタ仙台ソシオファンクラブは会員限定イベントやここだけのグッズのプレゼントなどベガルタ仙台を好きな方にはいろいろと嬉しい特典がいっぱいですので、ぜひこの機会に合わせてご入会継続をよろしくお願いいたします。また12月8日からクラウドファンディング2023シーズン大感謝祭ありがとうセール&カントリーロード大予約会が始まりました。ありがとうセールは選手提供のトレーニングウェア、スパイク、サイン入りグッズや過去のトレーニングウェアの詰め合わせ。カントリーロード大予約会ではベガルタ仙台メモリアルデータブックカントリーロード2023-24をさまざまなノベルティグッズ付きで手に入れることができます。今回こちらスポーチュニティのプラットフォームにて行っていますのでチェックしていただいた上でご賛同ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。これらすべてについて詳しくはベガルタ仙台のホームページをご確認ください。ということでベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。